アレンジマッチプレイ対決。はい、こんにちは、じゅんです。こんにちは、りのです。こんにちは、すずめです。はい、今回私 MC となりまして、このお二人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をお願いします。お願いします。はい、遠藤里乃選手と中谷すずね選手です。はい、お願いします。お願いします。これからお二人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。なお、勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です。楽しい、敗者は。はい、今回賞金を提供してくださるのは有限会社メイワ様です。ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。はい、対決ルールを読み上げたいと思います。9ホールのマッチプレー、8ホールのスコアによってポイントゲット。ボギー以上が0ポイント、パーが1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワンは10ポイントです。最終ホールのポイントはダブルアップ、はい、2倍になります。はい、はい、9ホールの合計ポイントで勝敗を決めます。はい、OK パットはありですけど、お先にはなしなので気をつけてください。はい、はい、それではお二人よろしいでしょうか。はい、勝ったら5万円、負けたら0円。遠藤里乃選手対中谷すずね選手、リンゴルフアレンジマッチプレー対リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はオークヒルズカントリークラブさん、アウトの1番からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひなちゃんはすごい優しくて、何でもストイックでかっこいい、憧れられる人なんですけど、まあ、ゴルフもすごい飛ばしてバーディーガンガン取ってくるタイプなんで、私は地道にコツコツと狙えるところは狙って、でもやっぱり勝負勝ちたいんで勝ちます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。対戦相手、スズネッチはもう本当に仲良くて、もう可愛い後輩って感じの印象なんで、アプローチも本当上手いし、私にはないものを持ってる感じですね。はい。やっぱ先輩として負けられないです。おお。頑張ります。了解です。はい。対決頑張ってください。頑張ります。じゃあニコニコ渡すね。はい、Bアップするやつね。じゃあポイント数いきます。久しぶりに見るそういうやつ。ティン、私からー。リナちゃん、リナちゃんから。私からです。スマイルショット、スマイルショットお願いします。スマイルショット今日はね、白 T からやりますので、まあ、少し短めなんですかね。どうですか、リナちゃん。短いです。短いです。はい、リナちゃんには短いです。お願いします。楽しいんだけど。もうすでに楽しいんだけど。勝負だよ、勝負。勝負だよ。勝負だよ。勝ったら5万円、負けたら0円ですけど。でも楽しいは楽しい。いい球。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ギラギラしてるよ。ギラギラしてる。ギラギラしてる。ふわふわ系がギラギラ系になっちゃう。ギラギラ系。ふわふわしてたのが。あんなにね、おとりしてるスズネッチから想像できない。心も闘志が。メラメラ。でもいつもなんだかんだ負けたくないっていう。負けたくないですよ。そうだよね。そりゃそうだよね。負けないように頑張ろう。打球が160ヤードだったんで、2キロ以上の感じです。
します。ピッチングでいきます。まだ諦めないで。はい。終了だっていう。あったよ。あ、それ安西先生か。パクリでしたね。うるすぎて分かんないか。バーディー取ってかないと。そう。僕はあのここがこのバーディーパットが肝になります。大事だ。重要。重要です。私が打っていくときもちょっと風が上げてるなと思って。行きましょう。超えるでしょ。あ、超えないのか。多分ね、木に当たったから大丈夫だと思うけど、 OB があるから一応ね、打っただけ。抜けちゃうから一緒に。そうそうそう、抜けちゃってたら行っちゃうから。行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。あることを願って。見えなかったのちょっとね、落ちたところ。なんか傘、そう傘、カート道路に当たってないから、距離はそんな前にバーンって跳ねたってやつじゃない。
ここ狭いんだよね、本当にね。狭いですね。私もう置きに行っちゃったもん。あ、やっぱそう。もっと思い切り振りたいよ。振りたいよ。もっと思い切り振りたいよ、本当。広いホールでバーンとパーファイブ振りたいよ。木の枝が乗ってくる。はい。先に枝があるんで。一回出す。はい、一回出します。7番アイアン持ってます。うん、オッケーオッケー、いけた。触れたけど大丈夫、いけた。3枚勝負で行きます。6番アイアンで行きます。ありがとうございます。116ヤードアゲンストですね。カルチューで8番で行きます。大事なバーディーパットだな。意外と速くない？すっごい速さに見えたんだけど、意外と速くない、止まるの。これさ、ボコボコしてるよ。これを考えていたらダメだね。いいよ。ありがとうございます。OK。動きました。お。よし。リショットね。リショットね。ここ狭いからね。しょうがないでね。思ったのかな。下りに見えたの。難しいですね、オークヒルズのグリーンは。そうだね、本当に読めない。でも今のリノちゃんの上からも難しかったね。スーって来そうな感じで見えたんですけどね。セカンド上手だった、自分で言っちゃった。いや、上手です。上手だ、うん、パーとボギー。はい、突き抜けちゃうでしょ。木越えです。木越え、そうだよね。右の右の木越えになるね。ここはもう2オン、イーグルパッドイメージ。力入りますよね、あれはね。ポジティブに考えて。ポジティブに。飛距離ってすごいな。飛距離ってすごいですね。飛距離すごいわ。
まあでもそこをどう攻略するかが、うん、そうだね、はい、そこに、はい、今スズネッチもあそこ行くんだと思ってたんですよ。いやいやいや、全然思ってないですよ。全然思ってない、多分自然のなんか釣られていっちゃった釣られていっちゃった。いや、あそこでやってあそこ打っていくのは本当そうだね、今ナイスショットだったね。いや、もうちょうど木越えが今フェードでヒッターだから、うん、すごいイメージ湧いたの。左からこうフェードでっていうイメージ湧いて、いい感じで。スズメッチは狭いところ狙っていかなきゃいけないから、ちょっとね、うん、確かに止まっちゃった感じ。そうですね、多分なんか反応し、反応しちゃったよね、うん、狭いもんね、うん、狭いんですよ ね、あんま左行きすぎても次が大変でした。まあでもボールはね、あるし、あそこワンチャンすり抜けていけそうな。ボールは多分あの日陰ぐらいに、うん、やりました。よかったです。あのバーイアンで出せればいいかなと思ってます。ナイス、ありがとうございます。よかったです、ありがとうございます。ラッキーです。なんかもうちょっとちょうど上げてたんかと。上げてます。残りね、157。おやばいじゃん。上げてんだよな。上げてるね。6じゃなくてやっぱ5番やんで行こう。はい、5番やんで。2ヤードなので、アゲンストで9番でやっていけよう、やっていきます。じゃあ行きます。チャンスだからね。え、今受け落ちたなってどう思った？どう思ったか。でも、みおちゃんらしくないミスだなって思ったけど、うん、私、全然こっからだったらチャンスなかったんで、あ、チャンス、チャンスだって思って頑張ろうって思った。そうだよ、取るとこ取んないとね。そうだよ、そう、対決だから。そうだそうだ、さっき取られてるから、はい。まあね、狙ってたから。いや、もうチップインするしかないかなと思って。確かに。左からじゃないですか。ね、もうスズネッチが2ポイントにするのか1ポイントにするのか。確かに。入れれば。入れたら2ポイント。ポイント。バーディーだ。しちゃった。あらら。
からないの？あ、私普通にあれだね、チップイン狙いに行かないと寄せときよかった。あ、でもボギーだったらもう点数入んないから。あ、そっか、2人ともボギーだったら点数入んない。そう、そのスズネッチのパーパット次第。そうそう、これしか点数入んないから。そっか、そう、じゃあ頑張ろう。それ次第、私別に関係ないってことか。そう、まあ、さっきのチップインだけだね。あ、じゃあ狙ってよかったっす。そうそうそう、狙ってよかったなんかお互いにちょっとねそうだよね、ドロドロの戦いになっちゃう。私がミスしたのはいけないなとか。もう気合い取って取られてじゃん。いやー、取れたな、このホール全然、うん、そうですね、全然セカンドの5番アイアンを左に引っ掛けても、そうだね、パーは取れた。そうだね、うわー、持ってるー、そうだね、これ右に行くやんの忘れてた。見えてなかったね。もうね、ピンしか見えてない。もうイーグルしか見えてなかった狙いはね、5ポイントだった。5ポイント狙ってても、左だったらちゃんとマネジメントして刻んで左に、うん、左側に乗せてた、うん、イーグルがよく書いちゃったからすごい。いや、ちょっと上げちゃったわ点数、うん、いただいちゃいましたはい、はい、一応3ホール終わりまして、はい、まあ、どうですかこのポイント、そうポイント制のマッチプレーを。なんですかね、結局いいスコアで回ってれば勝てるんで、ポイント、うん、一緒ですね、結局シンプルにいくと。そうですよね、シンプルにいくといいプレーをするっていうことなんで、ね、ただなんかさっきの攻め方が変わるとか、なんかなんて言ったらいいんだろう、私とか結構パワーを取っていくタイプだけど、やっぱ攻めていかないとポイント取れないみたいになると、5ポイントとかね、うん、狙ってミスっていうか、あ、まあ、言ってましたもんね、試合だとフォアしないけど、ちょっとイーグルを狙いに、目はまあ5ポイント狙いに行って、うん、あのですよね、ちょっと攻め方が変わるみたいな。そうですね、うん、思い切りよく攻めてって、それがいい結果につながる時もあるし、逆にダメになっちゃう時もあるんで、ちょっといい、ね、勉強になりました勉強になりました締めちゃったんだけど緊張感で楽しいです。緊張感ですね。またすごい緊張した。ナイスパットだった、うん、いやいや、あれ入れるか入れないかで点数が合ってくるもん。そうだね、そうですね、そうやっぱり、うん、じゃあ3ホールはイーブンで、まあ、この後4ホール目はショートホールです、うん、またバーディーのチャンスがあると思うんで、はい、はい、バーディー取ってきます。